Legacy。私とやり合いたいってあなたなの？勝つためなら手段は選ばない。ラウンド1ファイト。
私と付き合ってください。こいつはやりそうだな。ラウンド1ファイト。私がお相手いたします。バビッとやっつけちゃうぞ。ラウンド1ファイト。どちらがいたくわがはてもせせせいいいいえいせせほらまくるよ。それやはーよっそういうあなただってガキじゃないの。お前
そういうこと言ってると後悔するかもよ。お前はこれからそのガキに負けるんだから。知らぬ今井、参ります。ラウンド1ファイト。忍びの定めっていうか、ま、私には関係ないんだけどさ。待ちなさいよ、私はまだ。あらら、無理しちゃって。でも私、弱さが伝染しそうだから、あんま弱っちい相手と戦いたくないんだよね。悔しかったらもうちょい腕磨けば。リベンジ上等、いつでも受けて立つってね。ええ、あなたが私の対戦相手？対戦相手っていうか、もうちょいかっこよく四角って呼んでよ。ということは、あなたも？お前が何者で、何を知ってるかなんてことはどうでもいいんだ、私には。私はただ、お前だけは絶対に始末しろって言われてんの。誰に？さあ、好みのタイプじゃないから忘れちゃった。私にも先に進まなければならない理由があるわ。ラウンド1ファイト。甘いね。目障り。やだ。せせ。ちょせせ八。にんにん。あれ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 。バカ。にんにん。八でちょうだい。甘いね。こっちだ。甘いね。どうしたのかしら。覚悟。甘
さほど驚くことでもない。そのくらいの芸当はやってのける女だよ。ただの人間ではないのだからな。言われた通り、みんな片付けてきたよ。ああ、よくやってくれた。最後にラキアを取り逃がしたのは惜しかったが、まあいいだろう。どうした？何か不満でもあるのかね。不満っていうか、つまんなくってさ。みんな弱っちかったし。それだけ君の性能が高いということだよ。だとしてもさ、なんていうか、不完全燃焼？そういう感じ。なんかつまんない。なるほど、贅沢で傲慢な悩みだな。では私が相手ではどうかな。相手って？今回の働きの褒美として君のわがままに少しだけ付き合ってあげようというのさ。何よそれ、どういうこと？強い敵と戦いたいのだろう。いいからかかってきたまえ。私に勝って生き残るか、私に敗れてその肉体を差し出すか、二つに一つだ。ちょっとお前、今さらりとすっげえやらしいこと言わなかった？解釈は君に任せよう。君の体に用事があるのは本当のことなのだから。マジで言ってんの？だったらこっちも容赦しないし。来るがいい、小さき星の弱き者よ。ラウンド1、ファイト！シャッハッ！よっ！おっ！無駄なんだ！シャッハッ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 ！甘いね！ヘッジ行くぞ！よし！行くぞ！シャッハッ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 ！我々が改造した実験体に私が敗れるとは考えもしなかったな。実験体とか言うな、とどめ刺すぞ。完全に
規格外品だ。だが性能は悪くない。そりゃどうも。君の門出を祝福させてもらうよ。裏切り者にはもはや安息の時は訪れない。お前性格悪いよ本当。あちゃー、なんとなくその場の流れでやっちゃったけど、もしかして早まったかな。よく考えたらこれで私抜け人じゃん。やっぱーマジでやばい。どうしよう。なんだか面倒なことになっちゃったみたいね。それが分かってるならわざわざ声かけないでよ。私忙しいんだから。それともお前また私にやられたいわけ？そうね、今度は不覚を取らないつもりでここまで来たけど、あなたの方がそれどころじゃなさそうね。やば、追っ手がかかりそう。私が言うのもあれだけど、あいつら結構見境ないっぽいよ。お前も逃げた方がいいんじゃない？あら、私のことまで心配してくれるの？意外に可愛いところあるじゃない、うん、私にリベンジできずにあの世行きになっちゃったら哀れだと思っただけだよ。じゃあね、知らぬ優。なんだかんだ言ってまだまだ子供だけど、次は本気で相手してあげてもいいかもね。ゲームオーバー。